はい、どうも、お疲れ様です。FX の、皆さんね、相場解説、お楽しみに待っていただいていると思います。本日はですね、仮説の重要性というテーマで、相場解説の方を進めさせていただきます。あの、仮説がなんで重要かっていうと、仮説を立ててね、その通りに現実が許しれてくれれば、あの、一歩先を歩むことができるじゃないですか。だから有利なトレードができるんですよね。で、仮説を立てて、もしね、仮説の通りに現実がならなかったら、修正という手が打てるじゃないですか。 修正する際にはまた別の仮説を立てるわけですよ。そうやって仮説を立て続けていくと仮説を立てるのが上手になっていくのと仮説を立ててうまくいかなかった場合っていうのはどこが違ったのかっていう検証ができるんですよね。それが日々の進化に変わっていきます。ですので必ず根拠のある仮説を立てていきましょう。その根拠も多ければ多いほどいいです。えー、現在ですね、しの方を見ると大きく見て下の方に下がってきてそしてここで 足踏みをあすいません足踏みをしてですねで転換をするわけなんですけども上昇トレンドに入っていきましたよねそれでこっから今度は下落がまた再移動始まったわけですよさあ下落が始まったんですけども永遠に下落は始あの続きませんどっかで反転していくわけなんですけども私は今日がね反転の目安になったんじゃないかなと思いますじゃあですねなんで反転というふうな仮説を立てていくかってことを 言えるかというとねまた4時間1時間の方にその原因を求めていこうかと思いますまあ明確なテクニカルのサインがこの冷やしで出てるってことではありませんで4時間の方見ていきますね4時間を見ていくとねあのずっと安値が切り下がっていたんですけどもこれ安値切り下げ安値切り下げね安値切り下げこの全てに下髭が出ていたわけなんですよ下髭が出ていてずっと下がっているってことは 積極的に下にどん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 進むっていうことよりも一定の警戒感を持っていつでもこの動きっていうのは止まっちゃうよっていうふうなモーションをかけながら下がってるっていうふうに認識することになってるんですよね。下引げってのは言うまでもなく一旦価格がついたものが一瞬で買い戻されて上に引き戻されたってことを示してますから。 一定の割合で上昇圧力もかかってるよってことなんですよ。それが連続してるわけですからね。警戒しなきゃならないなってことです。あとですね。売りと買いが転換する際っていうのは、ここがね、大体揃う傾向にあるんですよ。これ大体揃ってますよね。この実体のところですけども。ね。で、この揃ったところで転換することが多いんだよってことをちょっと頭に入れといてください。で、冷やしを一回見てみますね。冷やしをもう一回見てると、 ぴったりとピッタリは揃ってないんですけどもこの辺でねだいたい揃ってるように私は判断したんですよですんでよくねここに箱を書くんですよねここで転換の箱ですよ上から下まで行って下から上まで行くみたいなねこれはねだからね捉え方がすごく難しいんで経験を積まなくてはいけないんですけども私の場合はここで今回はそれがあったかなっていうふうに4時間で判断しましたですんでここから上昇に向かっていくんではないかなと思うんですよ 上昇に向かう際は、まあ、滅多に話題に出さない移動平均線ですけども、移動平均線を破るところまでチャートが行くと、これはもう完全に入れ替わって、こっからね、こっちの方に向かうチャートを描くようになると思います。はい。で、1時間の方を見ていきます。1時間を見ると、今度はずっと切り下げてきた安値が、もう切り下がらなくなってきました。昨日もお話しましたけども、昨日はね、 下げトレンドからレンジに転換してレンジを破って上の方に行ったわけですよ。で、このサインも出ました。これは FX オリアルィの相場解説をご覧の皆様には前回の動画で、深夜30ぐらいの動画でお話ししましたけどもねで。まさにこれが上の方に向かってるでしょ。だからこっからの仮説なんですけども、こういう風に進んでいくということで、133の110をとりあえずは目立つんじゃないかなっていうところですよね。まあですんで、ここを超えたら倍を入れるつもりで、 えー、お話してました。前回の3時半の FX 折り紙の動画でね。もう超えそうですよね。だから、高校を超えたら、少なくとも132円の705で私は倍でエントリーします、えー。そして30ピップスぐらいの利益を狙って、ここまでをテイクオロフィットしようかなと思いますね。えー、それが今朝の仮説です。皆さんはどのような仮説を立て,てるでしょうか。えー、それではね、えー、こんな仮説が立ちましたっていう方はね、メッセージを送ってもらってもよろしいかと思います。はい、じゃあお疲れ様です。 FX オリガルヒの皆様は、後ほどまた追加の動画を送ると思います。まあ、あんまり動画もね、細かく送りすぎても迷惑だと思いますので、だいたい1日に4本ぐらい送れば適当かなと思いますので、3本4本追加動画を送ると思っておいてください。お疲れ様です。